はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、週刊 FP 当たり選手ランキング、やっ。 行っていきたいと思います。12月14日木曜日ということで今週も週刊やってきたんですけど、いや、今週の週刊はね、結構渋いんじゃないかなと個人的に思ってます。あとはね、このピックタイムの中村俊介選手のガチャと、この週刊 FP と、このリーグセレクションガチャも各国更新されましたね。そしてこちら無料のイタリアンクラブということでハイライトガチャ AC ミランとインテルから来ております。まずは今週も週刊 FP からやっていこうということで、メンツがこちら、ドンというわけなんですけれども、まず総合値めちゃくちゃ低いっすよね。 一番高くて93ということで、いや、なんか最近、この皆さん、習慣かなり渋いなっていう感じがするんですけれども、まあ、今回、個人的にはね、1位の選手は結構当たりというか、かなり強いんじゃないかなと思ってるんですけれども、それ以外の選手はね、かなり微妙かなというふうに思うんで、このガチャはね、特に無課金、微課金の方は、課金して引く必要性はないと思います。まあ、課金税の方も、これはスルーしてもいいんじゃないかって言えるぐらい、まあ、今回は最近でもほんとトップクラスに渋いガチャなんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、その中でもね、もちろん選手の当たりとかね、外れっていうのはあるのかなと 思ってますのでよかったらねランキング参考にしていていただけたら嬉しいなと思いますねはいっていうことで早速ね今週の週間 fp 当たり選手ランキングベスト5からやっていきましょう はいということで、まず5位はこちら、リシャルリソンですね。5位に選ばせていただきました。トッテナムから登場ということで、これはね、能力気になっている方多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、正直ね、前回登場したリシャルリソンの方が強いなというふうには感じましたね。身長1 7 9センチで、キャシュはミキということで、プレスタイしたがラインブレイカーですね。両ウィングと CF ができますということで、ライブレイダーのはね、めちゃくちゃいいと思います。これで CF でも使ってあげれますと。で、えー、能力見ていくとこんな感じで、オフェスはね、88なんで、スカットに入れれば90までいきますね。ドリブルスーもでは8を超えてって、パスはね、 低いんでですけれども決定力はは84でカーブは72アグスピシュンが77瞬発が80ということで、まあ、この足の多さはねもう少しね早くしてほしかったかなって感じはあるんですけれどもキック力も一応85まであってジャンプも89ということでジャンプは、ね、90超えてくるのは個人的にいいかなと思いますフィジカルコンタクトも、ね、80超えてくるんでそういった意味ではねこう結構変わったタイプというかなかなかいないタイプのラインブレイカーかなと思うんですけれどもまあでもちょっともう少しねスピード瞬発欲しかったかなって感じは正直あります ますよねやかしの頻度が高い、精度が最高、波が普通ということで、やかしが使えるのはいいポイントかなと思います。で、スキル見ていくと、ラブタヘッダー、コントロール、ドロップシュート、ミロールシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、アートスピンキック、エアバトルということで、スキル面めっちゃ優秀ですよね。ラブタをモっでヘッダー持って、こんだけのシュートキのスキル持ってますということで、まぁ、あ、スキルに関してはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。これで本当にスピシュがね、ヒュージとか乗っかってきたら結構面白かったかなって感じはあるんですけれども、さすがにそこまでは早くないですということで、こんな感じになっております。まあめちゃくちゃ弱 はないですけれども正直なかなかね現環境でガチから使うのは少し厳しいかなって感じがしましたねまあそれでも結構面白い能力してるんで今回5位に選ばせていただきましたはいということで俺がリシャルリソンでした続いて4位見ていきますはいということで4位がこちらピエールオーバメヤングですね4位に選ばせていただきました来ましたオーバメヤンということで結構に、ね、久々の登場かなというふに思うんですけれどもマルセイユから登場ということでウイレ自体はめちゃくちゃ使ってる方多かったんですけどやっぱりねリフトボールになってから使ってる方はあんまり見かけないですね身長は187センチ気が ミー来ということでプレイスタルはラインブレイカーですね CF とウィンができるということでまあ、個人的にはやっぱりねセンターフォワードで使ってあげるのがいいんじゃないかなと思ってますで能力見ていくとこんな感じでオベセン85ドリブル数値はねかなり低いです全部70乗っかってくるぐらいですねそして決定力は90ということでこの決定力は魅力的かなと思いますそしてスピード95瞬発85ということでこの足の速さはね、まあ、前世経路はね落ちた感じがするんですけれどもまあそれでもかなり魅力的ではあるのかなと思いますキック力も80超えてきてフィジカルコンタクトも70乗っかってきますとと。いうことで でボディコンは低いんで、まあ、使用感若干重いかなっていう感じもあるんですけれどもこれはリシャルリソンも、ね、かなり順位迷ったんですけど、まあ、やっぱりこの足の速さとこの決定力そこを見ると今回はまあ大雨の方が上なのかなと個人的には思ってます逆足の頻度が普通精度が高い波が大きいということで波大きいは注意ポイントですかねでスキル見ていくとこちらヘッダーコンカコントロールループ無回転シュートドロップシュートアクロバティックシュートワンタッチシュートワンタッチパスアウトスピンキックピーキッかということでスキルもめちゃくちゃ優秀ですよね、まあ、ダブルタッチは持っていないんですけれども十分スキル優秀なんじゃないかなと思いますこん のシュート系のスキル持っていてやっぱりねワンパートスピを持ってるのはいいですよね。まあ、この選手もね能力まあそこまで強くないというかまリシャルリーさんと同様でま正直ね現環境でマスターメンで使うのはなかなか難しいかなっていう感じがするんですけれども足も速いんでまスーパーサブ4位みたいな感じで使うのもワンチャンありなんじゃないかなと思いますね。まあ、このオーバーメンはねやっぱり決定力とこのスピッシュマンで魅力的なんじゃないかなと思います。はいということで4位がオーバーメンでした。続いて最後見ていきます。はいということで第3位はこちらディルクでですね最後に選ばせていただきました。 このジルーク勢も久々に見たなって感じがするんですけれども昔、バエルがどこかにいましたよね。見ていいいきたいと思います身長は 1 9 3センチの利き足は右利きということで、プレイサルがデコイランですね、センターフォードに適正ありということで、能力見ていくと、こんな感じで、オベセン85、ドリブル数値もはっきり全部84乗っかってくるっていう感じですかね、グランダーパスが74で、決定力は84までありますと、で、スピシュンがスピード83、瞬発81、ヒッ力が83で、フィジカルコンタクトも一応8まであると、ボディコンが69で、スタミナが74、そして逆足の頻度が最高、精度が最高、波が普通ということで、まあ、能力だけ見るとかなり渋いんじゃないかなというふうに思われる ですけれどもこの選手ね、はい、こちらスーパーサブついてますと,というわけでは、まあ、これでスーパーサブついてくんなら、まあ、ギリギリ使えるかなって感じがしますよね。能力的にもね、決定力もそこそこあって、まあ、すびしんはね、あんまりないんですけれども、フィジカルコンタクトもね、センターフォードで80超えてきて、この逆足の頻度が最高、精度が最高ということで、まあ、これは魅力的なんじゃないかなと思います。そしてスキル見ていくと、こちらですね、エッジターン、アシラコントロール、コントロール、プライディング、シュート、アクロバティックシュート、ワンタッチとスーパーシェイシング、スーパーサブということで、まあ、スキルも悪くはないのかなって感じがしてますよね。この選手 ももねダブルタッチは持ってないんですけれどもシュートまあてて、スーパーサーブ、まあ、ーーーがね、ついてきたのが個人的には大きいかなと思いますね。まあ、とはこのプレイスタイルがデコイランということで、そこがね、好みわかるかなとは思うんですけれども、デコイランがね、苦手じゃない方はいいんじゃないかなと思います。まあ、能力的にもね、プレイスタイル的にもね、結構面白いかな、ところで今回はサイに選ばせていただきました。まあ、ただスーパーサーブもね、結構今いい選手が多いんで、そういった意味ではね、まあ、なかなかね、スカットに入ってくるのは厳しいんじゃないかなと、この選手も思ってますね。はい、というこで、サイが自力で,で ついて2見ていてて見きますはい、ということで、2位はこちら、マルコス・ジョレンテですね。2位に選ばせていただきました。いや、この選手もね、2位にはしたんですけれども、まあ、結構優秀かなと思ってます。今回のガチャだったら、まあ、圧倒的に優秀の部類には入るんじゃないかなと思ってますね。見ていきたいと思います。身長 184cm で、キャッシャは右ということで、このジョレンテのいいところは、このポジション適性ですよね。STOMF、CMF、DMF、ミニシャルハーフ、ミニシャルバックまでできますと。プレイスタイルはボックスでボックスでということで、まあ、このポジション適性の多さはやっぱり魅力的かなと思います。 思ってますで、えー、能力見ていくとこちらですね。オエセはね、69、ボールコントロールが79、ドリブル数値は80乗っか,かってくると。で、ボールキーパー75で、パスはうまいですね。ブランダーパスもフライパスも80超えてきて、決定力は73といった感じで、ディフェンス能力もね、こんな感じで、スカッと入れてあげると、ディフェンス以外は80超えてくるんで、そういった意味ではね、まあ、ディフェンス能力もそこそこいいんじゃないかなと思ってます。で、スピードは92、瞬発が86ということで、このスピードはかなり魅力的ですよね。まあ、ボディコンは68ということで、消化はね、重めかなと思うんですけれど もうスタイナはただまあやっぱりねバランスがいいんですけれどもどっかに特化しているわけではないんでそこに関してはね若干物足りない感じもするのかなとは思ってますねで仕切り見ていくと今回ワンタッチとトワンタッチパススルーパスピンポイントクらスアトスピンキックマンマークチェイシングインターセプト闘争心ということで、まあ、パスキのスケとかが多いんで個人的にはまあ中央かなまあ中盤のやっぱり CMS とか DMS とかで使ってあげるのがいいんじゃないかなと思いますまあジョレンジに関してはスタメンに使わなくて もねベンチに置いておくだけでもこんだけ多くのポジションをカバーできるんでそこがね個人的な良い,いポイントかなと思ってますただまあ過去最強ではないんでやっぱりねハイライトのジョレンテ持ってる方はそっちでいいのかなっていう感じもしますしまあめちゃくちゃ強いと言えるわけではないんですけれども結構久々ねジョレンテも登場してきましたってことでそういった意味ではね最近持っていない方も多いと思うんで獲得する価値もあるんじゃないかなと思いますはいということ2がジョレンテでした続いて1位見ていきますはいということで1位はこちらブレーメルですね1位に選ばせていただきましたユベントスから登場ということでこのブ プレーメルはねこれまで週間 NP で登場してきたセンターバックの中では結構トップクラスに強いんじゃないかなと思ってます。見ていきましょう。身長は1 8 8センチの木足は三生ということで、プレイスタイルがハードプレスですね。センターバックのみ適性があって、能力値見ていくとこんな感じで足元通詞は、ね、ないんですけれども、ヘンディングは81まであって、このディフェンスボール出してどっちも90を超えてきますと、でアグレッシブネスもね、スカットにてたげれば90乗っかってきて、守備士気に関しても84までありますということで、まあ、この能力値結構強いですよね。正直今これまでの週間 NP でこ 90にね、乗っかってくる選手ってなかなかいなかったんで、そういった意味ではね、これ結構希少なんじゃないかなと思います。そして、こちら、スピード瞬発は、スピードが78、瞬発が70ということで、スピードに関してもね、ガッと入れてあげれば、80乗っかってくるといった感じになりますので、まあ悪くないと思いますね。このディフェンス能力で、このね、スピードも80乗っかってきて、そしてこのフィジカルコンタクトも90乗っかってくるということで、まあシンプルにそこそこ強い現役のセンターバックなんじゃないかなと思ってますで、逆足の頻度が高い生態するダメが小さいということで、まあここに関してもいいんじゃないかなと思います。え、スキル見てこちら。 減ったマンマークインターセプトやワットのライディングタックルアクロバッティクラな逃走シーンということで、まあ、ブロッカーを持っていないんでそこだけは残念なポイントではあるんですけれども、まあこれまで登場した週間 FPI のセンターバックの中では悪くないのかなって感じがしてますね。まあただやっぱりね普段から課金してる方はね正直まあガッツカに入ってこないのかなというふうに思いますので、まあ今回はねこの週間 FPI の中では1なんですけれども、まあ正直なかなか著名になっているんじゃないかなと個人的には思ってますね。はいということで第1位がブレームルでした。といことは今回は週間 FPI 当たり選手ランキングベスト5をやっていたんですけれども皆さん。 いかがだったでしょうかいや、正直ね、今回のガチャは本当ここ最近でもトップクラスにめちゃくちゃ渋いガチャで終わったんですけれども、まあ1位のブレーメイルと2位のジョレンテかな、そこぐらいに関してはワンチャン勝つからやれるんじゃないかなと思います。それに関してはまあ正直そこそこ渋いのかなと思ってますので、まあ、良ければね、ガチャ引か,引かないか参考にしていただければなと思います。個人的に今回は引かなくていいんじゃないかなと思ってますね。はい、こんな感じでグットボールの方がマイナしてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。